はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2023年7月9日です。今回はサムネにもある通り、劇場公演のアンコール中にファンの人が何をしているのかについて直接現場で確認してこようと思います。アンコール中は一度劇場から外に出ることができます。公演開始まで約5分程度時間があるので、各人スマホの操作やトイレに行くなどしています。これは48グループの劇場公演すべてに当てはまります。しかし、HKT48の劇場公演は他の48グループとは明らかに異なるものが一つだけあります。それはアンコール中の離席人数の多さです。他の48グループでは数人程度しか離席しません。しかし HKT48 の公演では50人近く離席することもあります。日によって数にばらつきはありますが、他の48グループと比較すると圧倒的に離席人数が多いことは間違いありません。これには必ず何かの理由があると思います。そこで今回は離席した多くのファンの方がアンコール中に何をやっているのかについて現場で確認してこようと思います。ちなみに本日7月9日をもって馬場さやかちゃんと後藤ひなのちゃんが活動最終日です。2人の卒業記念動画や福岡タワーのイルミネーションイベントなどはすでに投稿しているので、そちらもご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。それでは HKT48 劇場までやってきました。現在時刻、公演開始前の約30分前です。30分前から劇場内への入場が開始されます。約10分程度の入場時間を経て、公演開始まで約15分から20分程度の空き時間があります。この時間を使って多くのファンの方はトイレに行ったり、他のファンの方とロビー内で話をしたりします。公演開始は17時からで、約1時間半後にアンコールがスタートします。アンコール中は先ほど少し話をしたように一度劇場内から出ることができます。しかし5分程度の時間しかありません。この時間でできることといえば、ロビーでスマホを操作したりトイレに行くことぐらいしかやることがないとは思いますが、果たして何をしているのでしょうか。今回はそれを確認してきます。現在時刻が18時28分です。今の時間はアンコール前の楽曲が披露されている段階です。あと2分ほどでアンコールの時間となります。はい、今楽曲が終了しました。今から劇場内に入っているファンの方が外に出てきます。ファンの方が数多く出てきました。冒頭にも話をしたように、約50人ぐらいはアンコール中にファンの方が出てきます。アンコールの時間を使って、ファンの方はあちらのボードの写真を撮るために待機しています。おそらく数多くのファンの方がアンコール中に劇場外に出るのは、本日出演メンバーの意気込みなどが書かれたボードの写真を撮るために外に出てきているものと思われます。おそらくファンの方の目的はこれではないでしょうか。アンコールの時間はそれほど長くはありません。約5分ほどでアンコールは終了します。まあ、正直なこと言うと、ボードの撮影は公演終了後でもできます。特に前方の席に座っている方は先に退場することができるので、時間的余裕は十分だと思います。なので個人的には短い時間を無理やり使って写真撮影をするよりも、公演が終わった後にゆっくり写真撮影した方がいいと思います。しかし福岡空港から帰宅する方は時間的にかなりシビアなので、この時間帯写真撮影をするしかない人もいるかもしれません。そろそろファンの方の列も終わって公演が再開されます。ファンの方は足早と劇場内に戻っていきます。その様子をこちらからちょっとだけでありますが確認することができます。現在時刻37分なので、いつ公演が再開してもおかしくない時間帯です。この時間帯になればさすがに劇場内に入っていき、ロビー内にファンの人はいません。はい、そして今ですね、公演が再開しました。
今回の企画、検証結果はメンバーが書いたボードを撮影するためでした。もちろん普通にトイレに行く方もいましたし、ロビー内で携帯を操作するファンの方もいました。帰りの時間にもよりますが、写真撮影は公演終了後も問題なくできますし、むしろ公演終了後の方が時間的余裕はあります。具体的には約15分程度の時間があると思います。仮に会場順が遅かったとしても、帰りの準備、そして写真撮影を行う時間は十分にあります。個人的には公演終了後に写真は撮った方がいいのかなと思いました。しかし同時にトイレに行く時間は思ったよりも十分あることが確認できました。それでは今回の検証はこんな感じで終わりたいと思います。たまにはこのような企画ものの動画も今後投稿していこうと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。